じゃあちょっととりあえずあれですね、やってみましょうか。クイックマッチ的なやつ。まあ、そのオンラインというのをまずやったことがないから、俺このゲームで。だからちょっと初めてやるから楽しみで、超楽しみ。ちょっと待ってね。あれ？あれ？ 待て。違う。ちょっと待って。あれ？一例ができねえ。 まあ、とりあえず まあ、来たということで、やっていきましょう。まあ、このなんかピックアップとかでね、いろいろ拾ったりすると、これは最終的に、まあ、良くなるっていうか。よし、これでやっとアイテムが。ここら辺同じだな。よーし、これいいんじゃない？おお、エースいったぜ。アイテムすごそうだな。おお、アイテムすごい。これだったら一人でいけそうだな。俺は？おお、すごいすごい。まだあれ。うわー、なんかめっちゃもらえたぞ今。やっていくらしいからとかしいね。なるほど。で、こっから敵がめっちゃ来るね。全部壊れた。悲しい。加速加速。
からのガイドと攻撃ユニットを大型牽制撃じゃない。とんでもねえもん来ちゃったよ。金がめちゃめちゃあるから使ってみたら、とんでもねえもん来た。なんだこれ、なんてもんが、これメタルギアリーじゃんこれ。やばびっくらこいた。よし、行くぞ。あ、いた。やっとダメージが入らなかったね。うっ、一撃か。一撃だねえわ。こちらを見ていただくと、今ちょっとイベントが始まったらしくて、今日からで、内容としては、まあ、ある時代への結びつきを進めているようだと。君がいた時代より未来、戦争がビジネスへと変貌した世界でって書いてあるんですけど、これメタルギア4ですね。これで、この下のこの未だ君が出会っていない物資や大型兵器、まあ、ここは分かんないんですけど、無人二足歩行兵器っていうのがあるんですけど、あのね、これ4やってる人だったら分かるかな、あの月光っていうね、メタルギアみたいなやつがいたの、多分これだと思うんだよね。だから、でしかも戦争がビジネスへって言ってる時点で、これ多分メタルギア4なんだよ完全に、が来てるらしい今。それやるしかないでしょ。月光来たー、月光来たぞー、見てこよう、月光だ、月光見に行くぞー。おー、月光だー。だけど動きがちょっとなんか大丈夫かな。あったーい。何それ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 、おえー、違う、飛んできてるんだ、違う。はあえ、やばすぎる、やばすぎる。メタルギアレイじゃない、レックスだ。やば、強すぎる。強、最初なんだろうと思ったけど感動した。てか月光多分あれすげえ強い方に分類されるはずなんだけど、あのメタルギアレックスがしっかり個人個人狙うから余裕だったな。一例あるのみ。